値段も安いの出てるか、はいよ、いつ死ぬか楽しんで待ってたんだ。4000円ね、そのこうみんなを集めて話すっていうのが、うん、まさにその後の寅さんの、そうなの、あのシーンです。お前にね、ついてったんだけどね、お前以上に俺はなるんだってね、また南信介もね、その根性を発揮してね、発揮してお前以上になるんだっていうね、それがすごいと思うんだね。要は渥美さんと、まあ言ってみれば渥美さんの前の女を南さんが連れてる状況で、そう3人で鉢合わせする、一番だね、あららら、ね、バッチリ合っちゃった、喧嘩をやめてだ、その時に渥美さんが一切こっちの女にだけ話しかけるんだ、南さんのこと一切見なかったんですよ、無視して、無視して、こんな男こんなのは無視しちゃう、相手じゃないと、相手じゃない、俺の相手じゃないと、それで要するに南さんとしては面白くないわ、そう面白くないね、そうだね、会長自分で書いたことは俺に全部説明した、やめて、会長から聞きたいんだからさ、そのそうだね、ね、その通りなんだよ、そうだよ、それで、よくご存知、大事なのは、散々話して、最後にチラッと渥美さんが南さんの方を見て、後からおいでっつっていなくなった、そうなんだ、かっこいいよね、かっこいいセリフだ、かっこいいセリフだ、ほんとにおばあさんの役で出てた時にぴょんぴょん飛び跳ねて、それがバカウケだったらしいんだよね、でケンちゃんはそれを萩本さんそれで見てたんですよね、そうなんですよ、ああやればウケるんだと思って、ぴょん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 、そうなんだよ、だから舞台のこっちからサーッてまたサーッて戻ってきてね、ただ舞台の上跳ねてるだけだったからね、でそのぐらい二郎目一生懸命やってたんですよね、跳ねてるだけで、それでおー飛んで歩いてあの男もいいじゃないのなんて、お客さんがね帰って喜んでね、それがやっぱり金が世に出ていく、違うよ会長、そのあと会長自分で書いたから忘れちゃダメ、跳ねてるやつはいないだろって先輩に言われたでしょ、窓から見ろよと、窓から見てね、お前ちょっと表覗いてみろと、お前のように跳ねてるやつは人に見えてないだろ、そうなのよ、だからよよくダメだよ忘れちゃう、よろしくお願いします、声優の徳井空です。音声ガイドアプリ耳タブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中、月刊文編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介、未知との遭遇へ出発進行、集団予防接種なので B 型肝炎ウイルスに感染した人に条件に該当すれば50万円から最大3600万円の給付金が国から支給されるんだって。私も慢性 B 型肝炎と診断されて気になっていたよ、治療費は負担が大きいし今後の不安もあるから、まずは法律事務所を未来のに相談してみよう。 B 型肝炎訴訟は解決実績が6300件を超える未来をがご相談から給付金の受け取りまでお引き受けします。0120-783-005、悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来王、代表弁護士西田健司。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の楠葉由美さんお願いします。風天の由美ちゃん、はい、お伝えします。中央道の下り調布インター付近の事故の処理は終わりました。今は三鷹で3km20分、その他各線上りの渋滞伸びてきています。東名高速の上りは大和トンネル付近で15km35分、関越道の上りは坂戸西スマートインターで24km40分、東北道の上りは羽生インターで15km30分、常磐道の上りは柏で11km25分です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネル内を先頭に14km、千葉の京葉道路の上りは1車線が通れず1km、また国道134号稲村ヶ崎では台風による片側交互通行で両方向3km です。警視庁から以上です。警視庁の楠葉由美さんでした、お見事。次の交通情報はこの後4時54分頃お伝えします。
黄色いバスでおなじみのハトバスが路線バス運転手を大募集。ハトバスでは東京都から都営バスの一部運行を任されています。それでトントントンとエレベーター上がってきて、ね、お芝居をやってね、何でもできました。芝居は器用で、器用でね、もうお姉さんと一緒にね、お姉さんも女優さんだった、歌手だったから、ね、ですか。それでもう海外へね、戦時中あの兵隊さんの家にね、ずっと待った満州さんはね、そうだ、ずっと待ってたんです、ね、へぇー、だからそこでもういろんな芸を覚えても教えてもらって、それで復員してきた。で復員してきたけどね、あのなんか鉄砲の玉でこう手を潰したんだから、俺はちょっと刀だからね、テレビとか手とか一切出ねえよ、お前たちどんどん行って売ってこいよって言ってね、俺は行かねえよって言ってね、そういう男でしたね。本当は自分も行きたい気持ちあったと思う、あったと思うんだよね、あったと思うんだよ、俺は行かない、お前たちどんどんテレビ出てきてね、自分の名前を売ってこいよって言ってね、中身センターのお客さんもよ、だから僕は話しにしてるんじゃなくて、映像とかがないから、腕が邪魔とかって言うの？いい？しゃべ。卵が食べたいの？何でもいい。何でもいいじゃない。私は塩気見ただけだよ。だってこれ味付いてないの。全然硬くないじゃん、皮は。そうですか。